な発表はその西岡に関しては出ていないんですけれども、はい、おそらくまだ完治には至っていないと思いますので、そのあたりの古傷にかけての影響も懸念されますね。そうですか。もともと首は痛めていたというこの西岡です。今慎重にトレーナーの方、それからこのジャケットを着た方は、あるいはドクターの方でしょうか、ちょっと西岡の状態が心配です。試合は3対0、2回の裏、2アウトというところで止まっています。カードで払うとポイントがついて嬉しい。さらにいろんな店でお得になったらもっと嬉しいでしょ。エポスは優待5000点も、展開費はずっと無料です。エポスカード丸いから。ライバルのピザーラが生のアボカドとクリームチーズのピザを出した。いや、めんどくさいやろ。めんどす。我々ピザブラックはアボカドの写真を使ってアボカドフードをネーミングするだけ。アボカド、見た目は同じ、なぜみんなピザーラを頼む。あなたの今へまっすぐ、その思いを一人一人が持ち続けています。 SMBC コンシューマーファイナンスのプロミス。この人症状で始め、コンタクト600ファーストやんね。これはダメだ。こういう人には600プラス。1日2回で長く効く。効く。なんだこれは。わしはこのゲームの正体を全て知っている。名付けてメダルシューティングバトル。オラ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 。ジョジョの奇妙な冒険、サーダストシューターズ。やれやれだぜ。巨人阪神開幕3戦目、試合は2回の裏途中で止まっています。大谷の打球を追いかけた福留と西岡が衝突して、まだ西岡が起き上がれていないという状況です。先ほどから見ますと時折手や首は動いているんですが、あまりまだ動かさないで様子を見ようという判断があるようです。先ほどはライトから一塁にかけて巨人ファンからも頑張れ西岡と